見た目はギャング、頭脳は小児、龍です。さあ本日なんですけれども、11月の現在撮影日17日、いよいよですねエイムズが配信開始されました。おめでとうございます。さあというわけで今日はですね、あのエイムズまず何やっていくかっていうと、もちろん皆さん分かってますよね、ギャング出していきましょう。あ、ちなみにこのエイムズというゲームがどんなゲームなのかっていうのは、以前動画に出しますんで、そちらのちょっとあのリンク概要欄に貼っておきます、忘れなければ。で今日なんですけども、まあ、ギャング、まあ、これキャラクターですね、いわゆるね、が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 人いるんですよ。この10人全部出すまでに一体いくら課金すればいいか、皆さん気になりませんか？一体いくら僕らはお金をかければこれ全部手に入るんだろうって、気になる方いらっしゃると思うんですよ。わかりました、私が代わりにやっていきたいと思います。さあちょっと地獄の企画となっておりまして、早速やっていきましょう。まずですね、まだ何も課金していません。今0円です。課金無課金です今現状ね。ギャングガチャはまたちょっとこのバレットとは別にあって、このギャングっていうね、ここのガチャになるんですけども、あ、ディーゼル確定なんだ、なるほど。でアンチも確定と、あーなるほどね、これ VIP28 日間を初回で購入するとディーゼルとアンチの確定チケットが入手できるんだ、なるほど。とりあえず課金するわ、まず一発目。どうせ出るんだよこれ全部、あの無課金では。なんでとりあえずですね、もう一番この下のギャングクレジット13,700ギャングチケット購入していきましょう。まずは10,000円目、1万円で13,700ギャングコインか、なるほどな。はい、じゃあ早速確定チケットで引いていきましょう。まずはディーゼルをしっかりとゲットしていく。OK! さあ、おなじみの、ガチャアクションですね。これ、多分、ベータテストから、あんまり変わってない感じするな。はい。で、上に、少しカメラが寄って、で、下から、パンアップ。OK! かっこいい。こいつで結構使いやすいと思うんですよね。ナイス !OK! いいですね。これね、右手がガトリングになってるんですけどね、すげえかっこいいです。使ってみればわかる。で、アンチ確定もゲットしていこう。さあ、これでまずは10分の今4だ。お、もう半分か。もう半分ゲットしたぞ。いけるんじゃないか。フラグになるんだろうな、これ。多分、これフラグになるんだろうな。さあ、下からのパンアップで。もうこれ分かってるからあんまりドキドキしないんだけど。さあ、アンチがゲットされていく。オッケー。私の反重力弾からは逃れられない。そう、こいつね、なんかね、使われた。俺使ってないんだけど、さ、あの、ベータテストでは。これ使われた時めっちゃ強かったから、まあこれ辺も使っていきたいなと思うんですが、さあとりあえずギャングはもう、あの確定チケットなかったんで、ギャングガチャとりあえず引いていきましょうか。まずは、あの3個しかないこのチケットで、全キャラ被りなしで引くとかいう神引きを見せてくれ、頼む。普段から得積んでっからよ、来い。いやー、これね、今の、こう、下からパンアップしていって、あの上にこう、あのカメラが行かないと、あのコスチュームとかなんですよね、ゲットできるの。だからあのギャングガチャを引いてもギャングが出ないっていうことあるんですよ。こんな感じで個人的には今ハズレですね、目的としては。今ギャング欲しいんで、さあ2枚。さあこれ無駄に使ったの痛いな、これね。あ、今課金してないこのチケットなんで、このチケットはなんで、ここで結構いい感じにばらけて出てくれると、あのローズちゃんとか、さあ上に上に上に行こう、上に行こう、よし、ナイス。あ、え、誰これ、ディーゼル、あ、ミスタージャッジメントさ、俺様がジャッジメント、若本さんだ、来た、ひとし松本の滑らない話の人ですね。はい、来ました、ミスタージャッジメント、いいですよ。ギャングガチャ、もちろんあるか、よし行こう。さあゴリゴリ行こう、いいよ、今もうこれ10分の5じゃない、結構割とこっから投げんだろうな。いや割と今のところいい、実質今無課金だから。アンチいらない、ちょ、かもう早速かぶっていく、早速かぶっていく。私の反重力弾からは逃れられない。うわ、うるさい、うるさい、うるさい、うるせえわ。で、かぶると、確か極点ドルが、もらえるんですよね。こんな感じで、500ドル。まあ、これで、バレットを強化したりとかできるんで、まあ、悪くはねえけど、まあ、どうせ仮だって余るから。
さあじゃあもうギャングチケットが多分もうないので、じゃあバレットを引いて、でこのバレットガチャを引くことによってパワープレイでギャングチケットを獲得するしかないんですよ。あのショップでもあのギャングのあのチケットは売ってないんでね。なんでバレットガチャを、引いたことによるギャングチケットのゲットっていう、ちょっとまあ回りくどいねやり方になっておりますんで、そうだな、まあ基本的にはこのスタートダッシュガチャで UR のバレット出現率2倍を狙っていった方がいいんじゃないかなと。で、気になる方はこの内容ね、この何が出るのかっていうのの内容をチェックしていただければなと思いますが、 UR2% になってるから、まあ普通のこっちのあのバレットガチャとか、あのこっちのバレットガチャとかをあの向くよりは UR は出やすいと思う。2倍になってるからね。さあやっていきましょう。まあもちろん60連でゴリゴリいくよ。この速度でさ、でもさ、俺1万円減ってくの、きっつきっつ。はいはい、あ、SR、UR 結構出ましたね。攻撃力強化、持続。あ、この辺はね、結構ね、いいですね。UR 出た、SR2 枚出た。まあ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 、あ、3枚か。あ、4枚か。結構いいですね、この辺は。さあ、秒で1万円が消えて、ギャングチケットが何枚増えたかっていうと、1万円でギャングチケット3枚くらいの感じかな。大体。雰囲気。雰囲気ね。ってことは、まあ、めちゃくちゃ運がいい人は、多分、まあ、6人くらい引きゃいいから、6万円くらいで揃うんじゃないですかね。沼った人は、ま、5倍とかカットすると、30万とかですかね。ちょ、わかんないですけど。俺、なんてことをしてしまったんだ。なんてことを始めてしまったんだ。行きましょう。いや、でもこれ結構運ゲーだからさ、いや、言うて、その、普段から得積んでる人は、こういうところで全部、よし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 飛ばしちゃった、ごめんなさい。マーベラスホット来た。いいよ、かぶんないのはいい。え、あと何人、ちょっと、ギャング見ていい？1、2、3、4人、あと4人じゃん、いけんじゃない、あと4人だよ、いけるだろ、あと4人は、さすがに。今日の俺は引きが強いと見た。さあ来い、頼む、かぶんないでお願い、かぶんないで、かぶんないで。あい、ギャングがそもそも出ねえ。さあ、1万円をぶち込んだラスト1回のギャングチケットは、いやこれほんとコスチュームが、コスチュームが出るとマジで萎えるから、マジでやめてほしい。上にパンアップ、うやっ。さあ息を吸うように課金していく、息を吸うように、息を吸うように、息を吸うように、息を吐くように課金していく。行こう、ゴリゴリ行きましょう。バレットはもうええわ、別にどうでも。まあデルタね、あ、ダメージガードの UR は多分さすがに強い、さすがに強い、完全ガードだからこれさすがに強いですね。でしっかりとまたギャングチケットを使って引いていく、このひたすら作業の繰り返しですからね、この動画。皆さん飽きてたらすいません。すでに上上上上行こう、上行こう、よしナイス。いやまたお前かい、お前の足はもう見たくない。私の半重力弾からは逃れられない、うるさいわ。さあ来い。さあもうすでに2万円を課金してる、もう俺は後には引けない、俺はもう後には引けない、来い来い。いやこれで潰されんのマジできつい。ちょ、もう俺、もうソシャゲ課金したくないんだ、あんまりもう。いや、もう助けてお母さん。これ今3万円分か？ 3 万円分をぶち込んでいく。ちなみに、あの、ミッションとかでね、あの、次のシーズンまでにブロンズに到達とか、こういうのでも、あの、ギャングチケットもらえるんでね。まあ、こういうの皆さんは基本的に狙っていった方が、まあ、いいかなと、思います。バレットは限界突破あるんですよね。で、キャラクターは、あの、限界突破なしみたいな、そんな感じのイメージでいいと思います。マジで息吐くように金なくなっていくのは。1万円で、なんかコスチュームを3回買うみたいな展開もあり得るから、全然。それでたら今さっき1万円で、コスチューム2個と、アンチを買いましたからね。いや、だこれ、いや、持ってんだよな。お前、初期キャラなんだよな。やべ、口悪くなってきた。口悪くなっていく。マジェスティックローズっていう、なんかそのすげえ巨乳のお姉ちゃんがいいんですけど、あいつはとりあえず欲しいんですよ、まず。圧倒的に。あいつめちゃくちゃ強かったんで。上上上上、やめて、もうそのパターンマジやめて、そのパターンマジできつい。ちょっと上上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 上スライド。上スライドやめろや。はい、4万円目突入しました。お疲れ様でーす。今回ギャングチケット4枚来たよ。もう4突っ込んでんのよ、俺。4人の福沢諭吉が焦点してんのよ。ちょ、頼む、マジで。ちょ、マジでマジでマジで。もうスキップよくないか、これ。スキップよくない。で、止まって、で、上にスライドして、うーわ、きっつ、意味ねえわ、これ。これ、意味ねえわ。これ、マジで意味ない。
この1万円マジで意味ない、無意味、搾取されている。今搾取されている。俺は頼む、上に座ってくれ、上に。よっ、お前いらないんだよもう。やばい、また4万円も息を呼吸のようになくなっていく。きつすぎる。なんだこれは、ふざけんな。エレクトラ一人のために1万円課金してる、こっちの身になれや、お前は。はい、5万円になりました。もうちょっと若干頭はおかしくなっています。さあ今撮影開始、20分ぐらいなんですけども、20分で6万円が消えました。ありがとうございます。ちょっとムカついてきたから、あの7万円分までいくわ。ちょっとめんどくせえわもう。さあギャングチケット6枚にしてきたった。これはさすがに1人くらい出んだろ。さすがに6回引いたら新キャラ出んだろ、さすがに。来い。さあまずは上、上スライド。はい、分かってた、知ってた、了解。上スライド、上に行こう。まずは、あー出ちゃった、スキップしたら、ごめん、スキップしたら出ちゃった。どうせなんかあれかなと思って、どうせコスチュームだろうなと思ったら出ちゃった。最悪や。ちょっとマジで飛ばすのやめよう。ちょ、スキップはなし、ガチャのスキップはなし、ガチャのスキップはマジでなし、無能。それは上か、あ上だ、あエレクトロかいらない、それはスキップ。さあなんかね、これね、脳死でやってるとね、スキップ押しちゃうんだよね。さあまずは上に行くことが、前提条件ではありますんで、ガチャは上に行って、あこれはでもミスタージャッジメントじゃなくてディーゼルの方。これどうせペース的にきついんで、ちょっと2万円ずつ課金していいですか。やばいってこの遊び、やめたいよ俺。さあでもここでワンチャンだって、あと3人くらいでしょ。ここで一気に3人出るもね、なくはないから、全然ないんだけど、この感じ。あ上行った、あエレクトラマジいらない、もう本当にマジで、もうこいつの足見るとすげえムカつくわ。上、あ上行った、あお前マジでいらない。さあ上上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 上、はい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 、上行かないのは知っていた。上スライドかも、上スライドかも。あなんか新しいんじゃないこれ、新しくなかった、持ってた初回の無料でゲットしたやつ。なんと皆さん、ここで2万円をぶち込むことによってどうなるかっていうと、11万円というね、10万円の大台を悠々と超えていく、まあそういった形となっております。これ結構濃い期待を私は今抱いているよ。8は結構強いよ。これで俺1枚も出んかったら俺マジで心折れるわ。ちょ、それはいい、分かった、オッケー、了解、全然もうそういうのいいから。あーオッケー、上行った、あえこれ新しいんじゃないの、や来た、やった、嫁氏のために俺氏が立ち上がる。いや気持ち悪いけど、まあ、キャラ、まあ、見た目は俺になんかちょっと一番に近いみたいなところあるし、名前もねいい感じ。あのただこいつ出て喜んでるのはどうなんだろうな。こいつ出て喜んでる俺は、これ反応合ってるのか。上、はいはい、あえあと一人や、あと一人や、あと一人や、捧げてもらおう、あと一人だ。いいね、ナイス、あるぞ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 、これはあと一人あるぞ、ある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 、全然ある全然ある、あと一人、5分の1あるのか。いやこれ引けばいい引けばいい、あと一人を5回で。ちょ、マジで頼む。ちょ、この流れ切らないで。あ、まあ、それはもういいわ。なんか、オッケー。今回許せるわ。今回は許せる。ちょ、頼む、もう出てくれ。頼む。安心させてくれ、みんなを。この動画を見ている、みんなに捧げる。安心させてください。やめたい。静かに暮らしたい。竜実況チャンネルは静かに暮らしたい。ちょ、出てもう、もう分かったから。何、お前はガブってんだよ。ちょ、ガチで頼む。ちょ、もう、やだ、やりたくない、やりたくない、やりたくない。ああ、もう、きついよ、助けてよ、母さん。はっ！え？いやー、お前かーい。長いんだろうな、こっからの戦い。いや、こっからの戦い、クソ長そう。あと一人ってなった時のさ、いや、これ、
ベータテストでもそうだったんですけど、なんかめっちゃ長いんですよね。あと一人になった時なんかめっちゃ、あー、足これアンチだ、いらない。上上上上上、あー、ミスタージャッジメント。チャレンジ脳死3回で10分の1チャレンジ。いや、これ本当に10分の1なのかな、毎回抽選でも、まあ、こんぐらいはかかるよね、普通に考えて。最高じゃないか。いや、誰これ、え、誰、来たー、来たー、イエーシ、終わったー。13万円です。ちょっとやばいわこれ。もう二度とこんな遊びしたくねえ。もう二度とやりたくねえ。というわけで皆さん、私が皆さんの、代わりにね、実験台となりまして、まあ、あのね、福沢諭吉をぶち込んだところ、福沢諭吉が13人昇天した段階で全キャラクターをゲットできると、いうことになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、よかった。なんか20万円ぐらいいくかなと思って、ちょっとなんかすげえ覚悟してたんで、13、まあ自分の想定よりはいかなかったかなと、思ってます。はい、というわけで、また次回の動画でね、お会いしましょう。マジでよかった。